皆さん、こんにちは。7日のジャニーズ事務所会見内にて、新しく社長に就任することになった東山紀之さんの表情が険しくなった場面がありました。記者の一人が突然、森光子さんの名前を出し、生前、特別懇意にしていたという東山紀之さんに対して、性接待はあったのか、莫大な遺産を受け取ったのは本当か、との質問を投げかけたことが原因です。さらに続けて、東山さんにまつわるこうした噂も芸能界にはびこる性接待の闇と何かしらの関係があったのではないかという疑念をと質問が読み上げられていくと、東山紀之さんは割り込むように全くありませんと厳しい表情で発言をかぶせて言い放ちました。これにはきっと生放送を見ていた視聴者も騒然となったことだと思います。しかしなぜここで東山紀之さんに対して森光子さんの名前が出たのでしょうか。芸能界のお母さんとして幅広い交友関係があったという森光子さん、2012年11月10日に肺炎による心不全でこの世を去りましたが、何事にも好奇心が強く、気になるとすぐ行動に移していたそうで、好きな歌手のライブに足を運ぶほどアクティブな女性であり、ジャニーズ勢との深い交流は有名でした。滝沢秀明さんや堂本光一さんといったジャニーズ関連の舞台には積極的に足を運び、稽古中にはスタッフの分まで含めた差し入れを行うなど熱心なサポートをしていたといいます。またジャニーズの面々も森光子さんの節目の公演や誕生日には駆けつけて祝福をしたといいます。そんな森光子さんは生前、東山紀之さんと特に親密な関係だったといいます。森光子さんは東山紀之さんの歌とダンスを絶賛していたそうです。実際に交流が始まったのは1986年の紅白歌合戦で、東山紀之さんの方からファンですと言葉をかけ、プライベートでも交流が始まりました。意気投合し親密な関係に至った2人、東山紀之さんとの公私にわたる交流は交際疑惑も浮上したほどでした。森光子さんと同じマンションの住人の証言では、多い時は週4回の頻度で東山さんが森さんの自宅マンションに深夜にやってきては朝に帰っていくといった声なども雑誌に掲載され、芸能界では東山紀之さんは森光子の手を握れる唯一の男とまで呼ばれていたそうです。また森光子さんには親も子供もいなかったということで、亡くなった際には東山紀之さんが遺産を受け取るという噂まで流れました。調べてみると2人が養子縁組していたという情報まで出てくるほどです。こんな経緯があって今回の会見で森光子さんの名前が出たのでしょう。全くありませんと言った後の東山紀之さんは、森光子さんは以前から僕のファンだと公言してくれていましたし、役者として国民栄誉賞も受賞されております。学ぶべき点が多々ありました。遺産を相続したこともありませんし、そんな話をしたこともないです。お子さんがいらっしゃらなかったので、うちの事務所のみんなを可愛がってくれました。恩人であることは間違いないですと説明した上で、僕らの関係性は大変良好だったと思います。本当の母のような存在と言い切っていました。しかしこの言葉の真偽も疑問視されています。メリー喜多川氏と森光子さん、そして東山紀之さんの過去のエピソードをご紹介いたします。イギリス屈指の老舗ホテルで第二次世界大戦中に閉館したザ・ランガムロンドンが1991年再び営業を始めました。ランガムはアフタヌーンティー発祥の地と言われ、ダイアナ妃も宿泊した5つ星の超高級ホテルです。営業再開後間もなく、どうしても泊まりたいと言い出したのがメリー喜多川氏でした。彼女が慕う森光子さんと東山さんを連れてはるばるロンドンと、そこからフィレンツェへ至る旅行に繰り出しました。メリー氏は森光子さんを年に1回海外に連れて行き、旅費はすべてメリー氏持ちでした。森さんは少年隊のデビュー前から東山さんのファンを公言。東山さんが大河ドラマ元禄繚乱で浅野匠の髪を演じた時、森さんは東山さんのすべてのセリフを自分の声で吹き込んだテープを送ったそうです。旅行の様子を聞いたメリー氏の知人がこう明かします。ランガムでは2部屋しか取らなかったそうです。メリーさんはダブルのデラックスルーム、そして森さんと東山さんの2人にスイートではあるもののベッドが1つだけの部屋を用意したのです。当時森さんは70を超えた頃、
一方の東山さんは20代半ばとなったばかり、46歳差の2人は同じベッドを余儀なくされたのです。スイートは1泊30から40万円したそうですが、もちろんメリーさんがケチったわけではありませんよ。実際金に糸目をつけない大名旅行だったそうで、移動はリムジン、そこで2泊ほど滞在すると飛行機でフィレンツェへ移ったのですが、空港でのチェックインを旅行会社のスタッフに代わりにやらせようと無茶を言ったりしたそうです。東山さんはかつて森さんとの旅行についてこう語っています。森さんとメリーさんと一緒にイタリアへ行った時、メリーさんが随分慌てていまして、イタリアが時差で日付が変わっているのに間違ってホテルを予約していたんです。今日泊まるところがないと。アクシデントに遭った時の森さんの動じなさっていうのはすごかったですね。そんなハプニングはよくありました。楽しい思い出ばかりです。東山さんは森さんの舞台で相手役を務めることも多くありましたが、旅行でもエスコート役でした。1995年、2006年の正月にはハワイ旅行に出かけています。ハワイの時は森さんとコネクティングルームだったと言われています。会見では母のような存在と説明した東山さんだが、裏の顔は嘘にまみれていました。東山さんの友人はこう漏らしています。陰ではババア呼ばわり、今日ババアの誕生日なんだけどさ、これでいいかなとプレゼントの相談をされたこともあります。森さんを利用していただけでしょう。一方でメリー氏も早くから東山さんを推していました。横顔がいいのよ、この子を俳優第1号にするんだと話していました。メリーさんは男版宝塚を作りたくて、東山はその理想系だったのでしょう。少年隊の他の2人とは明らかに待遇が違った。10代の頃から月給200万円でブラックカードを持たせて、東山も俺にはこれがあるからと見せびらかしていました。若くして年上女性のハートをがっちり掴んでいた東山さん、自らを見出したジャニー喜多川氏の言いつけも守っていました。周囲にこう話していたと言います。ヒゲを剃らないといけないんだよ、ジャニーさんはヒゲがあるのをすごく嫌うんだ。一方で後輩に対する当たりはきつかったと数多く暴露されています。東山さんは高いところからの爆注が得意でステージでも見せていましたが、それを後輩にも強要していました。尋常じゃない高さから行け飛べとやらせていた。できない子にしてみれば恐怖でしかないと元ジャニーズジュニアは語っています。東山さんの社長としての資質に疑問を投げかけるのはジャニー氏の知人です。19年にジャニーさんが亡くなった後、ジャニーズの舞台の演出をいくつも手掛けていたので、それらをどう穴埋めするかが問題となった。堂本光一はドリームボーイズの演出をやるよと立ち上がってくれたが、東山は何も手を貸さない、昔から自分のこと以外は何も考えない人。ジャニーさんの後を継いだジュリーさんからも井ノ原快彦や国分太一といった名前は出てくるが、東山を頼りとするようなことは聞いたことがなかった。今回の社長就任もタレントとして最年長ということ以外の理由はないはずとのこと。東山の記憶は会見でご説明させていただいた通りですとの回答です。社長という重責の東山さん、果たしてこの難局を乗り切ることはできるのでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録と高評価もぜひお願いします。それではまた。